おー、いい感じ。ヒカルが登場するシーンがすごく印象的です。あ,あこの飛行機、二人乗れるんだったって言って。で、民名がね、この中に入っていくと。違うんだよ、母ちゃんウォタファの秘密基地ウォタファの秘密基地動画をご覧に皆さん、こんにちは、ウォタファです。今日紹介するおもちゃは、これだプレミアムバンダイ限定、マクロス。 デラックス超合金 VF1D& ファンレーサーだ <laughs> おー全国のガンゲロウ集結せそれからちびっこもぜひ大人と一緒に見てねそれでは早速レビー行こうプレミアムバンダイからついに VF1D、バルキリーこのファン待望、ファンレーサー、ついにね、これが、いやー、このファンレーサーすごい嬉しいな <laughs> これ多分、一 一般のマスプロから発売されるちゃんとした立体物としては初なんじゃないかなと思います。劇中でもね、一番最初に一条光が登場した時にね、これに乗ってたんで、本当に印象深いと思います。まあ、この、あの、1D もね、同様に、あのー、劇中で、ま、初めてこの、 ガオークとかバトロイドに変形する。そのシークエンスを見せたのも、この 1D が最初ですね。一条光が最初に乗って。まあ、これもバルキリーも違うんで母ちゃんなんだよな。まあ、ちょっと、ま、カラーリングとかね、機体が少し違います。これ複雑型になってて。ああ、これな、ミンメイのフィギュアとかどうなってるんだろうな。こう、パッと見た感じね、こう手でこう捕まえてるミンメイはいます。すごい印象的です。オッケーロ。 けーろじゃーんブリスターはお馴染み二段構成。こっちがディスプレイスタンドとか、まあハンドパーツですね。で、こっちがメインですね。本体。VF1D 本体と、ファンレーサーここにあります。あー、こうしてみるとあ、48だから結構でかい。これはいいね。今日の動画では、まあこの変形ギミックは過去に何回かやってるとして、まあこれらをね、ちょっとじっくり見ていきましょう。中身を、 取り出しますじゃーん取り出しましたまず付属品に関しては今までこう付いてたたくさんのものもあったんだけど、まあ今回新規だなと思うものをピックアップしました。まずはこれですね。この VF1D は複雑型となっていて、バトロイドの時にあの印象的な首のところからウィーンって、こう出てくるパーツですね。後付けになっています。それから、こっちから行こうか <laughs>。 民命フィギュアが付属しています。あの、今までおなじみの丸指が、の手首パーツが付属していたんだけど、これは穴が開いていて、そう。用途としては、まあガオークの時にね、劇中で印象的な、こう民命を、こうね、抱えながら、こう VF1D がね、こう飛ぶ。そのシーンを再現できる、民命のフィギュアですね。これ残念ながら、 えー、座らせる、あの、フィギュア入ってないんだよなこれ残念だなあの、劇中の、ようなね、印象的なポーズを撮っています。まあ、た、立ってる姿ですね。まあ、60、えー、48分の1スケールか。で、お待たせ、一条光のフィギュアですね。これは色が変わってて、J 型に付属していたやつと比較するとこんな感じで、服が全然違ってますね。こんな感じです。さあ、そして、えー、これね、見ていこう。まずは、ファンレーサー。 これはファンにとってとっても嬉しいですね。多分ね、立体化は自分が知ってる限り、ヤマト、今はなきヤマトから60分の1スケールが、の、えっとね、キットが発売されていましたね。まあ僕は持ってないです。48分の1スケールなんで、そこそこ大きさがあります。これはファンにとってはとっても嬉しいですね。専用のディスプレイサタンドがついてて、まあ角度をいろいろとね、変えられることが、 できます。おー、手で持ってみよう。こんな感じです。あの、一条光がね、入隊前に、これでアクロバット飛行とかでね、の大会とかに出てたっていうやつです。で、このようにね、ハッチを開くことができて、造形かなり細かいですね。ここに、さっき付属していた、えー、光のフィギュアを、このように、乗せることができるわけですね。 おー、いい感じ。ファンレーサーはこんな感じ。さあ、そしたらね、お待たせ。VF1D。これでじっくり見ていきましょう。機体のオレンジカラーがとても印象的で、えー、これは複座型となっています、うん。ここが違う。で、劇中でね、VT102 と呼ばれていましたね。うん、これに、一条光は一番最初これに乗りました。だから、なんだろう。僕よりも、ちょっと上の、 まさにこのマクロスをテレビで見てたお兄ちゃん玩ング野郎には、このま、このバルキリーはたまらないんじゃないかなと思います。こんな感じ。うんいろんな場面を本当に思い浮かべます。このように乗せることができます。ああ、やっぱここにさ、民名入れたいよ、入れたいというかね、うん、乗ってほしい。<laughs> そういう、あの、フィギュアついてないんだよなまあ、今後、かなりの確率で、 何かにつくとは思うんだけどね。うん、この複雑型っていうところがいいですね。他の機体と違うところになっています。こんな感じ、うん。あとは、えー、あとはね、ちょっとこの辺も違うんだよね。まあ、違うんだよ、母ちゃんです。<laughs> 裏側から見るとこんな感じ。この VF-1D の特徴的な頭部、うん。これもロボットモードで見えるかなと思います。まあ、毎度ながら細かいマーキングとかね、ちゃんと102って書いてあったりとか。 まあこんな感じですね。ウィングを展開すると、こんな感じ。うん。これでね、ブンドド遊びするのがね、本当にたまんないです。さあ、そしたら、比較いこう。<laughs> 違うんだよ、母ちゃん。こう並べるといいですね。やっぱ、フォッカー先輩の後ろをこう飛んでるから、後ろに置いた方がいいかなという感じです。ファイターモードは、こんな感じ。ガオークモードに変形。まあ、いつも紹介するとき、 もう完全に省略してたから今日はちょっとダイジェストでいこうか。ランディングギアはすべて収納できます。足の部分、機種に当たる部分、このように収納し、尾翼を折りたたむ、足を伸ばす。 足の角度を調整し、このように立たせて、後ろのパーツをこのように折りたたみ、ディティールにこだわる人はアンテナパーツを取り付けましょう。これで、腕が出ていない、劇中でも印象的なファイターガオくク形態ですね。さあ、そしたら、片腕を持ち上げて、ターマせると、ガンポッドが外れます。腕の軸をスライドさせて、外に持っていく。 元から反転させて再び軸を押し込んでロック。そしたら手首はこの中に入っています。よいしょ。フル稼働なんですね。これいい時代です。まあ、このフル稼働の手首でもいいんだけど、まあ一旦これで完成させてみましょう。じゃん完成これがガオクモード。シンプルな変形で、こうね、小気味よく変形します。 穴の開いた、さっきお見せした、この丸指に交換し、ここに耳をセット。反対の腕にはガンポッドをこのように取り付けとくといいですね。じゃーんこれで完成おーもう本当に劇中のような感じですね。こういう感じになっています。少し動かしてアクション足をちょっとこんな感じにしてあげるとより劇中っぽいです。こう、被弾して。 空中に腕が落っこちてって、民兵も、あーってね、こう空中落ちるんだけど、ヒューンって言って、こう助けるっていうのがすごく印象的ですね。ああ、この飛行機、二人乗れるんだったって言って。で、民兵がね、この中に入っていくと。もうそこも結構名場面です。まあ、こんな感じです。変形の続き行きましょう。民兵ね、外しました。アンテナを外し、機体を裏返す。足の根元を 内側にたわませると、ロックジョイントが外れて、これを下に下ろし、足をまっすぐにします。縮める。胸部パーツを外します。これ、ロックを外すときのコツは、てこの原理を使います。ここに指を入れて、こういう感じにして、こうやって回しながら、こっちでね、これを内側に折りたたむような感じ。えー、ちょっと見てもらうとわかるかな。せーの。こう。 こうやってやるとね、中のロック外れます。反対側も同様に。このテこの原理。こう。これでね、ロックが外れます。スライド軸があって、こうやってね、スライドさせて、これが背中パーツになります。これ出して、このパーツを出す。このパーツがキャノピーカバー。こうやってスライドさせると出てきます。うん、スポット出てきます。そしたら、このまま、 こうやってね、下に下ろします。機種の裏。この赤い部分がセンサー。これを前方にスライドさせてカバーを開く。そしたら、バルキリーの変形おなじみの頭部をこうくぐらすってやつですね。こう頭部をゆっくりこっちまで持っていき、こういう感じですね。反転させる。こう。まあ、いつもと全然違うアングルだけど。 まあちょっと分かりやすさ重視で、こうやってね、頭部が出てくるわけです。そしたら本体のロックジョイントがここにあります。これをこのように展開し、この先端部分がこの中に入るわけですね。こういう感じ。セットしたら、ロック。このオレンジがカバーパーツですね。カバー、ランドセルパーツ。この中に入れてカバー閉じる。 ゆっくり行いましょう。ここれでね、本体接続完了。そしたら、ウィングを閉じて、インテークカバー。最後に、変形途中だった頭部。これを、えー、ちょっと待って。根元から曲げて、このようにし、機銃を起こして、少し横に開けば、 変形完了バトロイドモードだ <laughs> ああ、見事にね、変形しましたバトロイドモード、早速手で持ってみよう。まあそうだね、違いが、ああ、さっきの、えー、説明した通りね、いくつかあるんだけど、まあちょっとそこを中心に見ていこうか。改めて全体のプロポーションはこんな感じとなっています。このデラックス超合金、本当に絶妙なマッシブさで、うん、僕は好きですね。よっか。 そして、後ろはこんな感じですね。早速、えー、近くで見ていこう。まずは上半身。今までの VF と違って変化があるのはこの上半身が中心ですね。頭部のアップ、このようになっています。このカメラの中の内,内部のメカまでしっかり再現されているのがいいです。これ見えるかなちょっと寄ってみましょう。中にメカモールドがあって、えー、これがね、非常に効いています。 あの劇中でこのさ D 型がこう変形して民ン,ンちゃんたちのさほらお家のところでガッシャーンってなった時に結構この中のメカモールドがよく見えるんだよねクリアパーツ越しにしっかり再現してて嬉しいです基銃の部分は2つあってここの部分で細かく角度を変えることができます横から見るとこんな感じで後ろはこのようになっていますこの箱箱しい頭部なかなかいいね ちなみに稼働を説明すると付け根はボールジョイントになっています。かなりグリグリ動いたりとか、えー、ここがね、クランク式に首の根元が稼働するので、こう引き上げたり下ろしたりとか。まあ、かなり細かく自由にポージングできます。あとは胸部ですね。今までと。デザインが少し違います。それから、このギミック行こう。頭部を首元から伸ばして、こう、前方に持ってきます。で、このパーツをはめると。本体の こう、隙間の中にね、ピタッと埋めると、このようになります。あ、いいね。あの、劇中で、こう、ウィーンってこうね、これが競り上がってきて、ヒカルが登場するシーンが、すごく印象的です。離れてみると、こんな感じ。ちょうど今、この中に入っちゃってるけど、まあ、ここにね、ヒカルのフィギュアを、とか、うん、他のパイロットフィギュアを乗せることができます。さあ、そして最後は、もう一気に並べちゃったけどね、他の、 バトロイドとの比較。違うんだよ、母ちゃん。<laughs> まあ、こう見るとね、色も違うし、胸部のデザインもちょっと違うし、頭部も違う。もう、全然別物です。ちなみに、ファンレーサーとの対比一緒に、ここに置くとこんな感じですね。この、いかにも、体調器って感じの S 型頭部もね、かっこいいし、うん、機銃基が4つついててね。ヒロイックな、この J 型も捨てがたいです。でね、今回の D 型。 カメラ部分が大きくて、まあ、いかにもテスト起用って感じがします。あとはこの胸部なんだけども、違いとしては少しここが長くなってるっていうのがあ設定な感じですね。よーくこの長さを J 型と比べると、まあ、少し長さが違うのがお分かりいただけるかと思います。ま <laughs>、本当に違うんだよ、カチャなんでな一通りの遊び方はこんな感じ。 というわけで今回のプレミアムバンダイ限定マクロスデラックス超合金 VF1D& ファンレーサーのレビューいかがだったでしょうかこうね、一緒に触って楽しんでもらえたなら本当に嬉しく思います。さあ、この商品なんだけど、うん、まずバルキリーに関してはもう言うことなしだね。本当に高いクオリティで今までのやつ同様でね、こう安心して触ることができます。この設定に忠実なカラーリングだとか細かいマーキングとか本当に毎回いつも感激します。 あとは何より、この D 型は、割と古くからね、マクロスの立体物を集めてる人にとっては割とね、これは立体化されてるんだけど、ファンレーサーは本当にね、ちゃんとした、まあ、なんていうのかな、完成品としてはね、多分初なんじゃないかなと思います。さっきも言ったように、組み立てキットは出てたんだけど、うん。やっぱこの同じスケールのファンレーサー、これはね、たまらなく嬉しいですね。これめっちゃ嬉しかったです。 で、えー、一個不満があるとしたら <laughs>、まあ、しょうがないんだけど、うん。民名の、誰もがね、誰もがちっちゃうあれか、うん、大多数の人は、こっちもいいけど、やっぱり、あの、複雑に、ね、こう、しっかり収まる民名とヒカルが座る絵面を見たかったと思うんだよね。だから、フィギュアとしては座ってるやつ欲しいと思うけど、当然そこはバンダイもわかってると思うんだよね。だから、まあ、 今回じゃないけど、どっかのタイミングで座ってる民名出るんじゃないかなと。思います。というのもね、この D 型まで買う人っていうのは相当コアだと思うんでね。まあたいヒカル、もしくはフォッカー、フォッカー先輩ね。うん。たいこの辺でこう卒業していくと思うんだけど、まあここまで買うっていうのは相当なコアな人だと思うんで、多分次、うん、まだまだ先に何か続くんじゃないかなと。 うん、思います。欲を言えば今回で付属して欲しかったけどね。<laughs> この D 型に座る民命いつか見てみたいです。まあ、掃除で僕は大満足です。これからもずっと大事にします。今回の動画、面白かったな、楽しかった。参考になった、俺もマクロス好きだという方、チャンネル登録と、厚い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当にいい励みになります。あとはどんなことでも結構です。おー、てはー。俺はマクロス。当時ね、テレビで見てた直撃世代だよ、とか。 ああ、ファンレーサー懐かしいね、とかね。違うんだよ、母ちゃん、とかね。どんなことでも結構です。みんなからのコメントを待ってます。それでは次の動画でお会いいたしましょう。おう、どうでしょうまたねーガンヤの